こんにちは、長崎大学薬学部の中島幹郎です。日材薬理事長、波佐間健二先生との出会いは、私にとってとても大きな、出来事でした。一番最初に先生のご講演を聞いたのが、今から8年前、そして初めてディスカッションさせていただいたのは5年前の平成21年の7月です。それから波佐間先生のお仕事も大変大きく広がっていっていることを大変嬉しく思います。これからも日材薬の活動のために私も微力ながら頑張りたいと思っておりますので、今後とも先生方よろしくお願いいたします。